はい、こんにちは、タケチャンネルです。それではですね、今回も、タミヤの、トヨタ TS020、ルマンを走った車ですね、あれの製作の続きをやっていこうと思います。はい、で一応今回やるのは、エンジン周り、エンジンと、リアの足回り、あと、でいけるようであれば内装関係とかまでちょっと作業を進めたいなというふうに思っております。はい、というわけで、早速作業をやっていきます。はい、で一応ですね、エアブラシで濡れるところっていうのは、ある程度組めるところまで組んじゃって、エアブラシで塗り分けできるところに関してはもうエアブラシでもう塗装してしまってます。こんな感じでね、このサージタンクから、インタークーラーからサージタンクに向けての配管周りとか、あとエンジン周り、エンジンをガンメタで足前後の後ろのアーム類とこのクラッシャブルストラクチャーかな、これを、クロサフですね、これはセミグロスブラック指定だったのでクロサフで塗装しております。はい、というわけで、今からやるのは、エアブラシでは塗りにくい部分の塗装をやっていこうと思います。で、エナメルで、エナメルを、筆塗りで塗っていくっていう感じですね。ちょっと太こう、毎度のことなんですけど、タミヤのキットなんで塗料の指定がね、全部タミヤの塗料で書いてあるんですよ。タミヤの塗料の番号で書いてあるんですけど、ご存知のようにうちのお店にはガイアの塗料しかないので、ある程度似たような色っていう感じで塗装してあります。だからこのエンジンとかもね、本当はタミヤのメタリックグレーで塗装っていう指定になってるんですけど、メタリックグレーって何やねんっていう話なんですけど、そんな色が、タミヤのその色がね、うちのお店にはないので、これはガイアの、ガンメタルで塗装してあります。そのタミヤの塗装指定を見るよりはどっちかというと、その何て言うかな、実写の写真を見た上でその写真の色っていうのを参考にしてやる方がいいと思うので、僕はどっちかというとそっちの方を中心にしてます。だから実写の方の色が結構こういう感じの、ちょっと赤みを帯びたガンメタルみたいな色、多分マグネシウムなのかな、このケースとかがマグネシウムを使ってんのかなんか分かんないけど、なんかこんな感じの色やったんですよね。なんで今回僕はこの色で塗装しました。足回りとかも結構あれこれ色の指定があるんですけど、その辺とかも、ある程度、もう自由な感じで、塗装してます。自由な感じというか、似たような感じの色で塗るっていう感じでやってます。どうかな、正味な話をするとね、これを言っちゃうと身も蓋もないんですけど、実物見たことある人ほとんどいないですからね。なんで全然こんな感じでもういいんじゃないかなと思います。はい、シルバーはこんだけかな。とりあえずでいつものようにブレーキ周りは後回しにしますので、先に、足回りとかから組んでいきます。
で前にね一回ちょっと聞かれたんですけど、前も一回だけ言ったことあるかな、筆のお手入れはいつも、まあこれはあのガイアだったかな、これのブラシウォッシュ、中にモケモケが入ってる瓶なんですけど、この中に、今はあのティーポのツールウォッシュを入れてます。ちょっと前までねガイアのツールウォッシュ入れてたんですけど、もう臭すぎてね耐えられなかったんで捨てました。で今はあのティーポのツールウォッシュにしてあります。こっちの方がね匂いもマシだし汚れも落ちるしっていうのでいいことずくめなんですよね。でこうワシャワシャしてあげたら、拭き取ってあげて、でまあこれだけでもいいのはいいんですけど、このままだとね筆がねちょっと硬くなったりとか、あの毛先がパサパサしてきたりするんで、このブラシエード、これねブラシエードっていう、これどこの会社だ、トライデントっていう会社から出てますけど、これでね最後バシャバシャっといつもゆすいであげます。これするだけでねすごいねこう筆の毛先がねすごいしっとりするんですよ。しっとりして、あの次使う時もあの非常に使いやすいので、必ずツールウォッシュをやった後にこれでバシャバシャっとやるようにしてます。一応なんか説明書を見る限りツールウォッシュからそのままズボンとここに突っ込んでいいみたいなこと書いてあったんで、僕はあまり気にせずにドボンと突っ込んでやってます。こんな感じでいつも手入れしてます。じゃあちょっと他の色を塗っていきましょう。まあ、ゴールドリーフの指定のとことか、あとチタンゴールドの指定のところに、ゴールドリーフを塗っていこうと思います。エナメルのゴールドはゴールドリーフしか持ってないんで、もう全部これでお茶を濁すっていう感じ。このサスペンションのパーツはね、指定が、ブルーメタリックになってたんですけど、実写の写真を見るとね結構アルマイトっぽい感じのブルーだったので、EX シルバーを塗った上から、クリアブルーを塗って再現してます。こんな感じね。で、このスプリングもう説明書の指定ではオレンジっていう指定になってるんですよね。これちょっとね説明の書き方がよく分からなかったんですけど、オレンジみたいなことを書いてあるんですけど、僕が見た資料だと黒いスプリングがついてたんで、もう黒にしてあります。多分セッティングの兼ね合いとかでね、こうシーンによってバネが違うんだと思うんですけど、なんかねこのブルーの上にオレンジのバネっていうのも配色的にやかましくてあんま好きじゃなかったんで、そこをもう黒にしました。まあ、そういうとこもね、プラモデルは自由だっていう部分だと思うので、何もね原色そのまんまにしなくても全然いいと思うんで、僕はそんな感じにしてあります。あとこのドライブシャフト
ドライブシャフトがね、ダークカッパーっていう色、多分濃い銅色みたいな色で塗れっていう指定なんですけど、まあ、そんな色持ってないので、そんなマニアックな色なかなか持ってないですよね、普通の人ね。なんでここも、もう普通にゴールドリーフにしちゃいます。多分イメージ的にはね、あの濃い銅色なんで、ゴールドリーフでもそんなに遠くはないと思うので、ここのゴールドリーフ色の塗りが悪いな。筆でエナメル塗るときってね、こうキュッキュッと擦るとね、結構ムラになりやすかったりするんですよね。なんでこうあっちょんちょんちょんと乗せるような感じで色を乗せてってあげると、比較的ムラにならずに塗りやすいっていう気がします。単に僕のやつがね、固まりかけてるだけっていう気もしないでもないですけど、ゴールドリーフほとんど使わないんでね、僕たまに使うとこうやって文句ばっかり言ってるっていう。エナメルはね、自然に揮発して固まっていっちゃうんでね、定期的に使っとかないと固まってきちゃうんですよね。こんなもんでいいでしょう。ほんまに？この付け根は全部ゴールドなんですって。かな。あ、もうか。あとこいつだ。あとこの、これ何なんだろう。オイルポンプかな。オイルポンプかなんかの駆動ベルトのプーリー、これもゴールドですね。よし、じゃあ今塗ったやつは乾かしておいて、じゃあ次の工程に行きましょう。まださっきみたいにちょっと筆をね、きれいにしてから次の工程に行きます。そしたら次にやるのが、デカルを何枚か貼る指定があるので、デカルを貼っていこうと思います。で、ね、今回からは、デカルを貼り付けるときに使うのはこれ、これと、あの軟化剤入りのデカルのりですね、タミヤの新発売になったやつ、これとあと普通のデカルのり、この2つをね併用してやっていこうと思います。よし、
ろうな。デカール切るときはね、なるべく刃がよく切れる状態にしておきましょうね。じゃないと、なんか変なとこで刃が滑ったりとかして、こう、やってもたってことになりますんでね。何回やったか、そんなの。このカッターはね、結構ね、大事。デザインナイフを買えとは言わないですけど、そこそこいいカッターは持っといた方がいいです、絶対。結構ね、カッターの切れ味が悪くてやらかすことって結構多々ありますんでね、いらんトラブルを防ぐためにも、そこそこまともなカッターは持っといた方がいいです、マジで。まともなカッターとまともなピンセットかな、これは本当あった方がいいですね。こんな感じでね、トヨタ GT1 っていうロゴと、あと TTE、トヨタテクニカルヨーロッパやったっけな、トヨタのモータースポーツのヨーロッパ部門のマークですね、がこんな感じでヘッドカバーにつきます。もう一個のカバーの方にも同じようにつけていきます。で、今回このデカールに関しては、セミグロスブラックの上にこのデカールを貼ってるので、一応ね、軟化剤入りの方のデカールのりを使ってます。別に普通にこのサイズやったらね、軟化剤入ってなくてもいいんですけど、一応なんとなく軟化剤が入ってた方がセミグロスの表面の馴染みがいいかなと思ったので、そうしてます。あとは、新しく買ったやつやから使ってみたかったってのもありますけどね。この軟化剤入りのね、デカールのりね、いいっすよ、すごく。貼る感覚的には、クレオスのマークセッター、軟化剤入りのマークセッターってあるじゃないですか、あれと同じような感覚で貼れるんだけど、マークセッターみたいに白いのが残らないので、非常にいい感じ。特にこういう黒いパーツの上にね、貼るときとかは、クリオスのマークセッター使うとね、シルバリング起こしたみたいになっちゃうので、非常にいい感じです。で、あと、これこっちだけ両方に貼んねんな。このね、インタークーラー。インタークーラーに、連装のデカールを貼るんですけど、これなんでか知らないけど、これ説明書がね、多分実写もこうなんかな、この電装のロゴが上下逆さまなんですよね。なんでなんだろう。
シルバーになったこの部分にね、デンソーのデカールが、上下逆さまにつくと。エアブラシで塗る関係もあって結構ねかなり組み立てた状態で塗装しちゃったんで若干ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、まあ、こんな感じで、このパーツはもともとメッキしてあったパーツなんですけども、なんかギラギラしたメッキが、レーシングカーっぽくなかったので、このメッキは一回剥がしてキッチンハイターでね剥がしてあげて、で上から EX シルバーで塗装してあります。こんな感じでね上下逆につくんですよ。上下逆に貼っつけると。で、これデカール糊に軟化剤が入ってるんで、こう貼り付のっけた後にちょっとしばらくそのデカール糊の中の軟化剤を染み込ませるようなイメージでちょっと置いといてあげるとより馴染みが良くなります。置いといてあげて、ちょっとしばらく置いてからギュッと、あい、綿棒がね中途半端に乾いてきてるとこうやってね綿棒につられちゃうっていうことがあったりするので、適度にね綿棒はちょいちょい濡らしながらそれなりこのラジエーターの面に貼るのはあれやな。ちょっとソフター塗っといてあげようか。タミヤのデカールなんでね、ソフター塗るとね、結構な確率で溶けるんですよね。このラジエインタークーラーのコアの上とデカールだったら逆にちょっと溶けるぐらいな感じで貼っちゃってもいいかも。こんな感じ。貼ったので、そしたら、組み立てをしていきましょう。はい、したらとりあえず先にね、この全部の先にヘッドカバーつけた方がよかったな。しまったしまった、最悪。
わさよ、流し込みぶちまけた。ストップ。はい。もう最悪ですわ。もうテーブルの上にね、流し込み半分以上ぶちまけた。もう最悪。もうね、ちょっとまあ使わんときは必ず蓋しとかんとあかんのですよね。蓋しておかんと、蓋閉まってると思ってパッて持ったらバシャってなったんで、もう最悪。ほんまにもういいや。まあ幸いね、なんとか塗装したパーツにはかからずに済みましたけれども、済んでるよな、済んだよな、済みましたっけ、住んでない？あ、住んでるか。住んでますけど、テーブルの、天板がえらいことになっちゃった。はあ、最悪。ね、これ動画とかにやらずにね、一人でやってたらね、もう嫌になってやめるパターンですよ、これ。テーブルの天板が溶けてベタベタしてるのが気持ち悪い。まあもうこの流し込み使うのやめろってことなんでしょうね。まあもうちょっとしたらこの流し込み使うのやめようかなと思ってたんで、そうポジティブに考えることにしましょう。流し込み使うのやめようって思ったタイミングが流し込みを注文した後やったんで、この流し込みはねもったいないから使い切らなと思ってたんですけど、まあ予期せず事態で半分以上減っちゃったんで、皿なんですけどねこれね。皿なんだけど、もう半分以下まで減ってしまったんで、まあ、早々に使い切って、もう次に行けよっていうことなんでしょう。バラバラこれ取れるんがね、ほんま鬱陶しいんですよね、このタミヤのキャップ。まあそれが原因でやめるわけじゃない、使うもやめるわけじゃないですけど。これがちょっと完全にくっつく前に、あーっとちょっと待てよ、その前にこっちつけなあかんかった。先にこっちをつけなあかん。あかんな、もうちょっと集中できてないですね。ダメだダメだ。何なんだろうな。あ、オルタネーターか。発電機ですね。何かなと思ってたら、
あー手についた。もうどうさい。の関係でね、さっきにアッパーもつけちゃってるんで分かりにくいですけど、ここにホビーショーの時もそうでしたけどね、声かけていただけたりして、非常にまあ嬉しかったんですけどね、そうやって顔を覚えていただけてるっていうのもすごい嬉しかったんですけど、結構ね皆さんにねよく言われたんが、どんくささがいいみたいなねまあさっきのあの流し込みぶちまけたんもそうですけど、自分の中では今の流し込みぶちまけたんがね、ここ最近の一番のやらかしかなと思うんですけどね、おかげであのカッターマットが溶けて字がベロベロになってますけどねえ、ほんまね昔からねそそっかしいんですよね、こういうミスがほんと多い。あんま良くないんですけどね、こういうなんてね良くないんだけど、やっちゃうもんはやっちゃうんだよな。気をつけてるんですけどね、どうくさいんですよ。あ、でもこのどんくささがあるからね、上達するのかなっていうふうに、まあ、ポジティブに思って、こうどんくさいミスやらかしてそれをリカバリーするっていうので、こう上達していくんかなと思うので、まあポジティブに考えましょう。構造的に言うとね、ほぼほぼ F1 ですよね、構造は。これのちょっと前ぐらいからかな、これのちょっと前ぐらいからこのルマンのプロトタイプカーも、もう
側をかぶった F1 みたいな風に呼ばれるようになってたらしいので、本当ね、構造的にはこの足回りの構造だったりとか、あのモノコック構造だったりとか、その辺とかはね、本当まんま F1 ですよね。最後上に側をかぶせなかったらもう F1 マシンの出来上がりみたいな感じになりますよね。だからこの間ポルシェがね、去年限りでウェックから撤退したじゃないですか。で撤退して919ですよね、ルマンで走った時の919ハイブリッド、あれをベースにそのレギュレーションで縛られてた部分っていうのを全部無視したらどんぐらいのタイムが出るかっていうアタックをしたんですよ。でそのルマンのね、ルマンというかウェックの、レギュレーションで安全のために規制されてた部分とか、あと速さの調整のために、規制されてた部分っていうのを全部取っ払って、まあ具体的に言うとね、ライト周りとかを全部取り外して、で空力とかも、その浮き上がり防止のために、規定されてたパーツを全部取り外してっていうか、あの規定されてた部分を全部なくしてっていう感じで作ったらどんなタイムが出るかっていうのをポルシェがこの間やったんですけど、スパフランコルシャン、あのベルギーのスパフランコルシャンっていうサーキットでやったんですけど、F1 の 0.7 秒、 F1 のレコード記録を 0.7 秒塗り替えたっていう結果になってました。なんでそんだけ、まあ今の耐久の車が速いっていうことなんですけどね。まあ実際そのカテゴリーのレース走ってた時はその仕様じゃなかったですけど、そんだけね速い車に仕上がってるっていう、もう側をかぶった F1 って呼ばれてます今のプロトタイプ化は。で結局ね、今のまあこの辺はね全部完成した後に喋ろうかなと思ってたんですけど、今のそのウェック、プロトタイプカーですよね。プロトタイプカーの基礎を作ったのがこの TS020 って言われてるんですよね。それまではこう、まあ、プロトタイプカーっていうだけあって、その市販車のプロトタイプっていうカテゴリーだったんですよ。まあ、今もそういうカテゴリーなんですけど、なんでその市販車ありきっていうルールがあったんですよね今までは。でまあポルシェの GT1 だったりとか、あっこら辺とかはもうそのルールを逆手にとって、こうまあポルシェの GT1 とか、あの日産の R390 とか、あっこら辺のやつはそのルールを逆手にとって、あの1台でも市販車作ったら市販車って言ってええんやろっていう、まあほぼ開き直りにも近いようなものの考え方で、1台だけ市販車のプロトタイプを作って、それでも市販車って言い張ったっていう無理やりなこう車の作り方をしてたんですよね。でただどのチームも頭を抱えてたのが、その一定サイズ以上のトランクがあることっていう規定があったんですよね、そのレギュレーションの中に。で要はレースカーなんだけどトランクルームがないとダメっていう規定があって、それをどうやって守るかっていうのにこのどのチームも苦心してたらしいんですよ。でそれの規定をの網を
かいくぐったというか抜け穴をぶち破ったのがこの TS020 っていう車になってるそうですと、まあそうこう言ってる間にエンジン周りが組み上がりました。こんな感じ。まあその辺の細かい話は、完成した後にしようと思います。で一応ねこのエキゾーストも、もともとはメッキだったんですけど、まあ、あんまりあんなギラギラしたメッキのマフラーってのもあんまないかなと思ったんで EX シルバーを塗った上にクリアブラウンをねちょっと拭いてみたんですよ。でちょっと焼けた感じを出そうかなと思ったんですけどあんまうまくできてないなまあこんな感じ。まあまあほとんど見えないんでね、まあ、これぐらいでいいかなと思うんですけど、まあこんな感じになりました。だからエンジンがこれ何リッターだった 3.6 リッターの V8 か 3.6 リッター V8 エンジンで、左右にタービンがついてるツインターボになってます。でここにウエストゲートがついててねウエストゲートでブーストコントロールをしてるっていう形ですね。で、タービンでじゃあ排気でタービンを回してコンプレッサーから出た空気がインタークーラーを通って、サージタンクの中に入ってエンジンの中に吸い込まれるっていう構造になってます。最近のね、ハイブリッドのパワーユニットとかと比べると非常にシンプルな部品構成になってますけれどもこんな感じになってます。こんな感じで後ろねビヨーンとエキゾースト長いですけどこれね後ろにカウルが空力のこと考えてカウルがズボーンと伸びるんでその、長さに合わせてっていう仕様になってますね。こんな感じ、はい、なんでまあこれがちょっと塗装途中なんであれなんですけどここにねこうフロアにこうズボンと乗るっていう感じです。こんな感じでこのディフューザーの上にピョコッとマフラーが出るっていう感じですね。こんな感じになります。でまあフロントのね車種がこうつくんですけどあとこの辺はまだ、塗装途中っていうのがあるんでこれはまた後日っていう感じですね。ここまで行けたらよかったんですけどさすがにねちょっとね結構塗り分けがいっぱいあったんでさすがにそこまではできませんでした。一応こんな感じここまではやりましたんで、こっちの方は次回の動画で、ご紹介しようと思います。はい、というわけで、今日はね一応エンジンまで、組み立てが完成しエンジン周りとリアサスペンション周りの組み立てが完成しましたので、今回はこれぐらいにしとこうと思います。はい、というわけでまた続き、ぼちぼちやっていきますんで続きをまた見たいと思っていただける方はですね下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけますと、最新の更新情報など見ていただけますのでぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますのでぜひよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。